許せ、イチ。嫁入り先がこのように。身のさすめは悪くないわ。悪いのは、一時にして面よ。それが今のお市様なんだ。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員家族、右に回って撤退せよ。両兵、わらわが受け取ってあげるのよ。意外わらわに消えない傷が残ったらどうなるかしら。姉上、また見境もなく各地の宝を取り寄せたのか。このままではいずれ我が家の家計も火の車に。ポロ、わらわのうつ、まったく。姉上、姉上、敵襲だ。このようなことをしている場合では。そんなのどうでもいいから早くなさい。全部受け取り終わるまで帰ることは許さないわよ。やむを得まい。赤い殿、今こそ貴殿の正義が立ち上がる時。そうだとも。ああ、そうだろうとも。マリア様、最上名産千歳紅の献上です。少し色がくすんでいる。姉上ならば捨てかねん。なるべく傷はつけないで。わらわの目でちゃんと確かめるまではね。ははー、すげえ爽やかな気分だぜ。新しいふんどしを履いた正月元旦の朝のようによ。どうやら続々各地の宝が運び込まれている様子。なくなる上は奪って儲け、敵の士気を下げましょうぞ。そんなにわらわの怒った顔が見たいのかしら。まあ、そんなに懸命になってわらわの気を引きたいのね。あ、ちょうちょう、かわいい。あら、いい串ね。あと3つほど揃えましょうか。姉上、せめて位置に1つくらいは。傷の1つでも追って帰ってきたなら断じて許さんぞ。認めてはくれないの。ならもっと頑張るね。もし思う通りに旗をあげられたならばどんなにか。これ位置使っちゃダメ。少しぐらいなら。いや、ダメだ、耐えるのだ位置。戦より普段の鍛錬の方がきついって。すごいよね。位置だけじゃなくてみんなもちゃんと殺してね。隊長、ちょいと出過ぎじゃねえか。いや、ここは俺が出なければ。援護を頼む、サスケ。何番だしね。普段はこちらの方が好み。仲正様、位置も欲しい。すまない、姉上から譲り受けられる気がしないのに。みんな懸命いたす。逃げる者は大手からず。えい、なぜ私がこうも板挟まれねばならんのだ。マリア様、この宝物と恋文をお受け取りくだされ。はいはい、分かったわ。お客様、そう、少し待ち、置いておいて。承知いたしました。ある日がために死を迎えたか。なんという正義。
親方様の教え、この胸に。あ、いや、勘弁してよ。誰かを助け、苦を除く、そういうのに私はなりたい。なんせめぐれど、その忠義は一向に衰えぬか。勢いは我が武田にあれ。この調子で突き進め。ま、こっちも働きがいがあるってもんさ。もっと失敗していいのよ。あの子たちが困るのにもっと楽しくなるもの。はい。え、あれ、マリア様、九州より良質の反物が届きました。あなたたちはなぜ位置を望むの。一体位置にどうしてほしいの。あなたなら教えてくれるの。これで城一つが姉上の布置き場に。生政様、また姉様のことばかり。一のお手伝いするわ。マリア様、最後の城をお持ちしました。今すぐお運びいたします。いけないのかね、わらわをこんなに待たせるなんて。それがしもまた学んだのだぞ、シャトキ傭兵というもの。我が軍を阻むものなんてありますね。お仕事ご苦労さん。ああ、俺様のことも。押せ押せ、地の果てまで押しませんや。この雪村、手加減などできませんね。拙者どこまでも突き従う所存。真田源次郎雪村、ここにあり。いざ参る。そもそも水の二人に挟まれてみたい。そう、十二人を用意しなさい。まあ重そうだから着ないけど。ですよね。差し上げたい。人の本拠を訪ねる際の礼儀すら知らぬというのか。板挟みの辛さ、貴殿らには決してわかるまい。
一長政、わらわはしばらく献上品をめでるわ。お客様のお相手よろしく頼むわ。姉上、突然何を。待たれよ姉上、姉上ならぬ、我らが血も残り一つか。あら、あなたのものになるってこと。わらわをとろけさせてくれるなら考えてみるわ。勝てぬこの戦。闇と炎の狭間より、いざ舞い上がれ最終正義。義元即断、口を挟むは悪である。まったく姉上め、どこまで恥をさらせば気が済むのだ。許せ一、嫁入り先がこのように。長政様は悪くないわ。悪いのは、一時にして面よ、それが今のお市様なのか。いかに姉上とて過ぎたるわがままは悪。総員家族、右に回って撤退せよ。ダメよ一、姫さん、あなたに傷がついてしまうわ。姉様を懲らしめてくれるの。騒がしいわね。品定めも満足にできないじゃない。そう、あなたが客なのね。あなたもまたわらわが欲しくて手を伸ばすのね。でもどうかしら、あなたはわらわを奪うにふさわしい。いいわ、ちょうど物足りなかったところだもの。あなたという名の献上品、わらわが受け取ってあげる。その布をご自身の体に巻かれるがよかろう。あら、そういうのが好みなの。意外。わらわに消えない傷が残ったらどうなるかしら。何度だって追いかけてきてね。それがあなたの宿命、わらわがそう決めたのだから。親方様の教えを心に、己の風林火山を得る。天下一の強者になってみせますぞ。おい